はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。ハッピーズ病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、ちょっと試してみたいなってことがあって、ぜひやってみようと思って買ってきたものがあります。それがこちらでございます。力み大福とカップヌードルカレー味ね、日清が出てるカップヌードルのカレー味と、このロッテの力み大福、力み大福をカレーの中に一つ入れてお湯を注いで食べると美味しいっていう動画、見たことあるんですよ。有名な YouTuber さんが2組ぐらいやってまして、両方とも美味しいよって言ってたんですよ。彼ら、偉そうにね、彼らって言ってますけども、彼らは僕よりもだいぶ年下の子たち、若いね、世代の人らの感覚かなと思うんですよね。っていうのもやっぱりなんか こういう組み合わせをする年齢でももうなくなっていたんちゃうかなって思うんですよ。僕もアラフォーなんでね。だからこの、流行ってるよ、美味しそうだ、美味しかったよっていうのを、このアラフォーを代表してアラフォーの意見を言ってみようかなと思いますんで、ちょっとやってみます。これがね、またね、どうなんでしょうかね。はいね、これまたもうほんまにどうかわからないんですけど、お湯が沸いたんで、今からまだ口プランってるな、やっていきます。お湯が沸いたんで、封を開けて、いや初めての試みですわね、こんなね。じゃあこれ1個開けます。なんかもうこのまま食べたい感じですわ。この部屋で物を食べるなんて来る日が来るとは思わんかったですけどね。はい、でじゃあ入れます。豆乳、うわー、初めて、こんな初めてね、入れましたよ。1個ね、1個開けて入れてます。さあ、お湯を入れます。あっ、溶けんじゃん、こんなんね。うわー、溶けてる溶けてる。線まで入れました。入りましたよ、入れましたんで、またここは3分待ちたいと思います。立ちましたよ、3分経ちました。さあ開けてみましょう。おお、ひっついてる、ひっついている、見えるかな、ひっついていますね。え、とろっとろ、そりゃそうや、お湯入れてるんですもんね。蓋を取りましょう。蓋を取って、見えるかな、見にくい、ちょっとこんな感じ、下映るけど、あ、下映るけど、これ混ぜて、おお、なんか見た目はすごいクリーミーなね、ラーメンですよ。クリーミーカレーラーメン。猫舌なんでね、僕ね、ちょっとね。さあ、じゃあこのまま食べていきたいと思います。いただきます。ね、ちょっと食べるところ、口元はちょっとね、クスガが映ってるんで、ちょっとね、隠しますね。うん、うん、あ、うまっ、これうまい、思ってたよりクリーミー、そしてカレーの味がまろやか。想像通りや。想像通りですじゃん、これ。
うん、1個やったらちょっと、うん、僕的にはもちろんもう1個ぐらい入れてもっとまろやかにした方がいいかな、まあ、口がね痛いんで、で甘党なんで、あでもこれもやめられへんかもしれんな、うん、結構うまい、ほんまやつ、ほんまうまいです。まあうまいけど、うんうんうん、美味しかったです。うん。でもね、まあ一口二口食べてすごいなっていうインパクトはあったんですけども、これそのまあアラフォー代表して言いますと、別でいいわ。別々で。いいです、別々で楽しんだ方がこれは美味しいかもしれないですね、ひょっとしたらね、僕ね、そのまあアラフォー代表して意見言いますけども、うん、これはちょっとっていう言い方おかしいですけども、これはこれで美味しいですけども、うん、別で良かったです。イキミ大福はイキミ大福、カレーのヌードルはカップヌードル、カップヌードルで食べた方が3口目ぐらいからは別でいいかなって思いましたね、っていう感じでございました。うん。でまたやっぱちょっと口がただれているのが治ってるわけじゃないんで、カレーの刺激が後から来る。でもその前にしっかり雪見大福で甘さでまろやかにコーティングするのが入ってくるから、その味はすごい嬉しかったですね。まあそんな感じでございました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ね、たまにこういうねこともやっていこうかなと思ってますので、またよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。